こんにちは、吉谷さん。今回はね、損というテーマでお届けしようかと思いますけども、損って一体何なんですかね。失敗することって損なんですかね。詐欺られるってことを損なんですかね。貸したお金が返ってこないこと、損なんでしょうか。確かにそこで折れてしまって、やられた、なんだあいつは、騙されたってやれば、損で終わるかもしれませんけども、やっぱりその損失にたどり着いたのは誰なのかなと。誰の判断と誰の行動がその損失を成功させたのかなというふうに考えると、やっぱり自分の判断であり、自分の人生の上にその損っていうのが来たわけですよね。失敗とか損害っていうのが。だったら思うんですよ。だったらね、そのまんま損して終わっていたら本当に失敗して終わりなんですよね。ただアンラッキーが来ただけみたいになっちゃいますから、どうせ自分の人生の上に騙された、帰ってこない、損したっていうことがあるんだったら、そっからね、やっぱり100でも200でも学んでいかないといけないと思いますよね。そうすると、損をしてダメージを受けたことすら得に変えていくことができるんじゃないかなと思うんですよ。まあでも世の中には、大きな損もせずに、その代わり大きな挑戦もせずに、単なる無難に生きてきた人っていうのがいるわけなんですよ。で、その人ってのは、なんでね、真面目にやってきたのに報われないんだって思っちゃうんではないかなと思うんですよ。世の中、真面目にやっただけはダメでですね、真面目にやるのを基本としながら、時には、常軌を逸した行動とかね、乗り切れないものに乗ってみるとか、ありえない決断をしてみるとか、いわゆる挑戦をしないといけないんですよね。で、挑戦には、すごくリスクがつきものです。むしろ挑戦をするとリスクが一時的に高まってバランスが壊れると言ってもいいですよね。例えというとですね、高いところにタンスの上とかにあるものを取ろうとする子供みたいな感じなんですよ。なんかその台を2つも3つも重ねて、その上にね、よじ登って、よっしょって取ろうとするんですよね。その上でも背伸びをしてると。そうすると傍から見ると、台にしたものは非常に壊れやすくってバランスを失いそうで、その上で背伸びをして、上しか見てないもんだから、ものすごく危ないと。で、ガタンと崩れたら、周りには怪我をしそうな、なんか突起物がね、地面に落ちてたりするわけですよ。そうするともう見ちゃいられないですよね。で、大抵の場合は、これは、ガシャンと倒れて、大怪我をするわけですよ。でもその大怪我から何を学ぶか。あ、なるほどと。タンスの上に物を置いたら、こういうことがあり得るよねと。じゃあ、タンスの上に物を置かないようにしよう。物を置くんだったら、せめて目立たないように見えないようにしていこうとか。それでもダメなら、台に適したね、脚立みたいなのを置いてあげようとかね。もっと言ったら、倒れた時に、ガシャーンと崩れた時に、転んでも怪我をしないような、ふかふかの絨毯にしてみようかなとか。いろいろ考えられるわけですよね。そうすると、怪我をした。そういう事実はある。失敗をしたっていう事実はあるのに、その後の環境整備がものすごく進むわけなんですよ。で、これね、東日本大震災で原発の事故があったと思うんですけども、あれを教訓に何が起きたかっていうと、原発の安全管理体制ってものすごく引き上げられたんですよね。で、それこそ、誰が責任を取ってどういう行動をするかってことが、ものすごく積み上がったわけなんですよ。で、おそらくこれから、原発の再稼働のムーブメントが自民党を中心に起きていくと思うんですよね。その時にですよ、いや原発危ないから、東日本大震災を忘れるな、みたいなね、ことを言い出す人が必ずいます。それは正しいっちゃ正しいんですよ。だけども、その人たちは十数年前のあの安全基準のレベルのまま動いてないんですよね。だからまた反対するんですよ。でも高いレベルで今度安全基準が整いました。防波堤もこうできました。予備電源もこういうふうに20にも30にもなりました。みたいなところまで、あ、10年間で確かに進んできたんだなと。しかも、今エネルギー需要の問題があって、このまま原発を再稼働しないという形にすれば、めちゃくちゃな太陽光に頼るしかない。再生可能エネルギーは実は不可能だったってことにも気づけない。で、まさに、太陽光エネルギーを中心とした再生可能エネルギーっていうのは、外国の資本が儲かる化けの仕組みになっているということをね、いろいろ気づいていくと、差し当たっては原発を使っていかないことにはしょうがないなと。でも、一刻も早く原発依存を抜けてですね、より安全なエネルギーにシフトしていくとか、海底に沈んでいるレアメタル、もしくは海底資源、海洋資源、こちらの開発を進めるというリスクヘッジを取っていくというふうに、ぐっとテクノロジーも時代は進むと思うんですよね。国でもこういうふうに考えてるわけですし、私たち個人レベルでも、5年前、10年前の安全レベルやリスクヘッジではなくて、やっぱり失敗から学んでいく。それは必ずしも自分の失敗じゃなくていいんですよ。他者が失敗した頃から学べることもできると思いますんで、ですんでね、失敗した人の体験を聞くとか、そういったいろんな世の中の失敗例の本を読む、歴史に学ぶとかっていうことが大事なのかなと思います。こういうことがあります。自分の経験から学ぶものは、うまくいかないと。でも、歴史から学べば、大きく自分の歩みを進めることができると。私たちは自分の経験から学ぶこと大事なんですけども、他者の経験、いわゆる歴史から学ぶことも大事なんではないかなと思うんですね。そうすると、損したことも得になる。得したことはそのまま得ということで、どっちに転んでも結局自分の人生は進んでいくってことになるんじゃないかなと。その向こうにあるのが、月収100万だったり、年収1億だったりするんではないかなと。実際にその道をね、曲がりなりにも歩いてる私から見ると、そういうふうに思えるんですけども、いかがでしょうか。それでは以上です。